私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。名古屋からツアー再開。愛知芸術劇場は5階席までいっぱい。郡川清、自分で選んだものしか責任なんか取れない。日付が変わってしまいましたが、昨日、名古屋からコンサートツアーが再開しました。参加されたお友達の Y さんが、いち早く素晴らしかったコンサートの様子をお知らせくださいました。Y さんのご了解を得て、こちらに書かせていただきます。久しぶりの愛知芸術劇場でのコンサートで、5階まである2500席の大ホールは昼、夜ともほぼ満席。昼の部はリハーサルが伸びてしまったようで、ホールの外は会場を待つ人であふれ返っていたそうです。昼の部には、先日のみその座での座長公演でもお世話になった東海ラジオの神野さんがいらしてくださっていて、キーアイナが紹介。あの、開演直前の電話出演を思い出して、改めて神野さんに感謝の思いが湧きました。ありがたいですね。そして久々にチーム HK の皆さんが勢ぞろい。オールメンバーでの演奏はものすごい迫力だったそうです。出演されたばかりの歌コンや、騎士団万博のエピソードもお話しされ、ダイヤ工事翔さんは優しくて、気遣いが素晴らしかった。とてもいい人。自分は見る目がある、翔。とおっしゃっていたそうです。また、お母様が1ヶ月入院されていましたが、退院の時、その後のこともすべて手配し、今は看護師さんに来ていただいているとのこと。一安心ですね。そして、夜の部でのこと。Y さんの後ろにずらりと美男美女が座られていたそうですが、なんと、NBS 脱毛機器の社員の皆さんだったことが、後で判明。そのこととあったのでしょう。昼も夜も介護脱毛の話で西寄さんと盛り上がったそうです。以下はセットリストです。歌は我が命、南風、清のずんどこぶし、母アコースティックバー、桜アコースティックバー、星空の秋子アコースティックバー、あの娘とのぎくと渡し船アコースティックバー、未練心アコースティックバー、ベニドレス、白雲の城、群青の弦、越後のすすぎ次郎、花の渡り鳥、大井追っかけ音次郎、箱根八里の半次郎、甲州寺、紫の丹後、生まれてきたら愛すればいい、題名、限界突破かけるサバイバー、カラーアンコールから、ピンクの自転車に乗って登場、ハッピー、君と僕、ウォーク、You are you、青し、歌、めまいクキーアイナへの歌の世界。セットリストを眺めているだけで、もう、ワクワクしてしまいます。次回は神戸。私も参ります。Y さん、いつもありがとうございます。改めて感謝します。郡川清、胸元が大きく開いた衣装姿を、公開。自分で選んだものしか責任なんか取れない。自分で選んだものしか責任なんか取れない。たとえそれがその時受け入れてもらえなくても自分で選んだものなら納得できる。それが私の生き方なの。11月8日に新曲、甲州道のカップリングを変更した3タイプ D、E、F の CD を発売する。D タイプ収録の雪女は強い恋心に迷う女心を歌唱。E タイプ収録の対馬海峡は長崎県の対馬海峡を舞台に迷いを乗り越えて生きていく決意を歌っている。そして F タイプ収録の桜のようには前向きに生きる気持ちを桜になぞらえた演歌曲に仕上がっている。歌手郡川清45が30日までにインスタグラムを更新。スタジオで撮影したとみられるソロショットを投稿した。座り込みながら遠くを見つめ、胸元が大きく開いた衣装を着ている。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。上半身はお綺麗なのに足が意外と骨太なのが、膝のお手入れをした方がいいと思います。ご本人の発言から、男性でもなく女性でもなく、性を超越した中性を目指すのかと勝手に思っていたのですが、女性になりたかったんですね。
だとしたら、氷川きよしとしてスーツで歌ってきた演歌は、内心しんどかったのでしょうか。本当は、女性演歌歌手が歌うような歌を歌いたかったのでしょうか。でも声は男性だし、難しいですね。歌唱力は確かなので、ステージでは、男女の衣装歌ジャンルも問わず、いろんな氷川さんを見せてくれれば、この人にしかない魅力が伝わると思います。ここまで露骨に変化女性化してるのに本人は女性になりたいとか同性愛者ですとか。無いよなぁ。湯川健一と少し違うと感じるのは、より女性化が進化していること。特にスカートとか普通に履いてステージに立ったりする大胆さかな。まあ、歌うまいし歌手として応援してます。どちらにせよ表戦さんに性的な魅力を感じない僕からしたら性別なんてどうでもいいけど男として見ていたファンは複雑でしょう。ね。おっしゃる通り、自分らしく生きてほしいです。氷川きよしさんも昔イメージとはだいぶ変わったよ。ね。限界突破しすぎです。この衣装の内側も女性用なのかな？あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？私と一緒にいると彼女はいつも素晴らしい。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。